すでに年末の帰省ラッシュが始まっています羽田空港の様子をご覧いただいていますそして、空港で取材を続けている柳下アナウンサーに現在の混雑状況を聞いてみましょう、はい、今日は午前6時過ぎから込み始めまして今もこの時間帯かなり人でにぎわっている状況なんですね、まあ、こちらから今、保安検査場の入り口ですけれども東京からそれぞれの目的地に立つ人の姿が多く見られています。 そして今敵荷物カウンターがこちらにあるんですけれども航空会社の方によりますと今、お子さん並んでいますけれども今年は去年と比べて子供を連れたご家族の姿が多く見られるという話をしていましたそして先ほど VTR にもありましたけれども今年は円安の影響で海外旅行を諦めるそもそも選択肢になくて帰省をするという方が多かった印象です。 まあそういった方からも国内旅行に切り替えたという方もいらっしゃったんですけれどもそういった方も国内の宿泊費、飛行機代が高くなっていて物価高、値上げの波を実感するという方もいらっしゃいました。 一方で帰省をするという方からは23年前だったら今年はコロナもあるので帰ってこなくてもいいんじゃないということを実家からお母さんお父さんから言われていたのが今年はそのお父さんお母さんからいつ帰ってくるのと久しぶりに連絡が来たのは嬉しかったなという話をする方もいらっしゃいました。そして全日空日空空本航空によりますと 下りのピークは明日、明後日で、そして最も混雑するのは午前中だと予想されているということです。そして、上りのピークは1月3日になるとのことでした。